超寝起き感。えさ、今起きて10秒で配信始めてますからね。ちなみに寝癖なかったの奇跡なんだけど、えすごくない？いつも寝癖もちょっとさパヤパヤなんか爆発してる時あるのにさ、奇跡なんだけど。じゃ喉ガラガラなんですけどすいません。奇跡の髪型してる今日。おはよう。ちょっと待って、うがいしてきていい？寝起き声絶対これなの私。起きるでしょう喉は。おはようございます。いや今日さ声やばいけどみんな気にしないでね。今日なんか朝パッて目覚めて、やばいアラーム鳴ってない時に起きちゃったから、もしかして寝坊したと思って4時半だったの朝ので、うわ4時半って朝早すぎと思ったら、気づいた時にはもう7時半過ぎす。大変失礼しました。おはようございます。あーやらかした、最近寝坊一切してなかったのにすみません。イベント中の寝坊はご法度なのにやらかした。おはようございます。ちょっと待って牛乳入れてくる。ただいま。おはよう。いややらかしたな。はい、喉が起きてきました。おはよう。なんか昨日寝つけなかったから、え、なんで起きれなかったんだろう。アラームセットしてたのにアップルウォッチに。おはよう。うわ、セットできてなかったや。なかったです。おはようございます。セットできてなかった、今見たら最悪。なんかさ機種変したらアップルウォッチもなんかさ初期化みたいなされてさ、できてなかった、ごめんねみんな、すいません、大変申し訳なさ、すいません。おはようございます。おはよう。いや焦るよね、始まんなくて。さえ起こす手段ないしね、みんなみんなを焦らせちゃった、すいません。 TikTok にさえちゃんそっくりの男の子出てきた。えー、私似てる男の子見たことないかも。
寝過ごさなくて何よりです。4分も遅刻しちゃった。おはよう。ちょっと4分長めに配信しますね。4分長めに、すいません、ちょっと今後気をつけます。大変大変失礼しました。カフェオレうま。アイオン、おしめを起こす手段が欲しい。すいません。でもさ、これ機種変してなかったら起きれなかったですね。今日電話のバイブレーションで起きたんですけど、ママからの。昨日さやが携帯変えるまではさ、バイブレーション壊れてたから電話も気づかなかったの。そう、電話も鳴らなかったのね。だから機種変してなかったら、もうさやは9時ぐらいまで目覚めなかったことでしょう。すっぽかしていたことでしょう。おはよう。マジでよかった、配信時間内に起きれて。おはよう。ギリ3周できるかも。みんなごめん、みんなに負担かけてすみません。感謝してます。本当にありがとう。そして本当にごめん。マジでごめん。謝り続ける。ごめんなさい。信号待ちです。あ、出勤中かな？おはようございます。ありがとうございます。忙しい朝に来てくれて。そう、ママに感謝。マジでそう。ちょっとさ、スマホに近づくとスマホが影になってライトが当たらないから、ちょっとライト動かすわ。こいつどうだ。あ、ちょっと影になっちゃうけど、まあいいか。あいよ、そういう日もあるよ、気にしないで。何、みんな神様みたいに優しいやん。ありがとうございます。でマジで気をつけます。イベント中の遅刻はご法度なんですよ、皆さんも ご存知の通り。いやでもマジで今日がなんかすっげえ、なんだろう、最終日とかじゃなくてよかった。3日目も遅刻しちゃいけないけどさ、まだそう、被害が小さいという点で。やちさん、くまちゃん、ありがとうございます。いやもう本当にみんなすいません。朝ね、背干しとかしてくれた人もいるかもしれないのに、どうにかなったかな。おはよう。私より早起きして背干ししてくれた人もいっぱいいるだろうに。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。でもさ、寝起きにしては顔を起きてね。喉ももう復活したよ。寝起きの、マジ寝起き10秒で始めたから、起きてすぐスイッチ入れる私をみんなに見せれたような気もする。今日もステボシできた。マジですごい。なんでそんなみんな早く起きれるの。天才しかおらん、さやのファンの人。尊敬してる。マジで。尊敬と感謝を忘れずに生きていきたいね。おはーおはー。おはようございます。
早起き得意なのですごい。寝起きも可愛いサヤリン、セーフですかこの顔は。お、あーでもさや、おはスタ見たことない。テレ東だから長野で流れてなくて一回も見たことない。久しぶりの寝起き配信はレアでありがたい寝坊したせいでね。出勤せねばならぬ。本当にすいませんね、ありがとうございます。2週間に合った、ありがとうございます。本当にありがとう。マジごめん、マジごめんの舞。行ってきます、お仕事行ってらっしゃい。朝の朝配信の大好きなところで出た。みんなに行ってらっしゃい言えるとこ。星回収6分ぐらいだから差し引き5分余るからみんな大丈夫だと思う。でもその最大めっちゃ早くて6分じゃないですか。だからもし慣れてない人とかだったらやっぱ普通にさ15分ぐらい必要だからよくないね。遅刻はしないに限るけど。でもそうやってこう前向きなコメントしてくれるところマジ優しい、ありがとう。なんかめっちゃ慰めてもらってごめん朝食作る配信は今日ちょっともう大急ぎで始めたから全然キッチンで始めなかっちゃった。おはよう、おはよう。やばいやばいやばい、人の配信見に行ったら声入ってた音量オンにしたままやっちゃった。よくない。私はもう職場やけど行ってらっしゃいください。行ってらっしゃい、仕事頑張ってね、頑張って、ありがとう。おはよう。で朝食作る配信はってコメント見たら急にお腹空いてきた。さっきまでもう大焦りで始めたからお腹空いたとか考えられなかったけど、よく考えたらめっちゃお腹空いてた。福屋さん、レインボーさんありがとうございます。ペコペコだったわ気づいたら。昨日の夜ちぎったレタスがあるのでレタスをちょっと調理して、で昨日焼いたパンを1個味見がてら食べようかなっていう朝食です。今日はでは昨日こうニキビができちゃうくらい良くない食生活をしたんで今日は我慢します。今日は節制の日。あや頑張れそう、やったよかった。みんながこの配信を見たからいつもより頑張れたって思ってもらえてたらいいな。まあちょっと遅刻したことにもうって怒ってる人いっぱいいると思うけど揺らがした。最近マジで寝坊してなくて超有料時だったのにダメだった今日。しまった、イヤホン忘れた。あら今出先でしょうか、声聞こえてないのかな。あよイヤホン忘れるよね、忘れがち。いやまさかアラームがセットできてないとは思わなかった。おはよう。あ、898日。うわみんなあと2日だよ、やばくないなんだ900日考えると嬉しくなっちゃってニヤニヤしちゃう。落ち着いてさえのほっぺ。おはようございます、おはよう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 、みんなおはよう。最近のみんなの可愛いポイントはそうカウントしてくれてるじゃないですか、 1,2,3,4,5 って。で1から50までのカウントはこうコメント欄に載らないんですよ。でも勢い余って51って書いちゃう人とか、なんか4,5とかその2個送りたかったのに送りそびれて
なんか45とかで送っちゃう。まあ45は見えないけど、その53とかさ、5違うな、何、5と6とかか、56とかになって送っちゃうのがすごい可愛い。みんなもう大急ぎでカウントしようとしてくれてるから、勢い余って51って打っちゃうのも56って打っちゃうのもみんな可愛い。ありがとうみんな。そう、900日、そう、なんと土曜日、このイベントの最終日から2日前かつに、土曜日というね、超なんていうの、高日程なんですよ。おはよう、キャランさん、可愛い人ありがとうございます。おはよう。みんながね、カウントを頑張ってくれてるのがすごく感じられて嬉しいんだ。本当にありがとう、カウントしてくれて。今日は木曜日かな、週もあと2日頑張っていきましょう。いやでもマジで今日寝坊したことは見残っていいです。今日最後寝坊したことはみんなのプンプン怒っていいです。皆さん、まだカウントしてないよって方、ぜひお時間あればカウントしてもらえるとちょっとだけ嬉しい。ちょっとだけとは言わず結構嬉しい。おはよう。日曜日やと休みやから見れたけど、土曜日はおそばやから微妙やな。本当は夜お仕事結構遅くまで、まあでもこのイベントの最終日は日曜日だから、日曜日覗いてくれれば。甘々なので怒りたくても怒れない。でも悪いことした時はちゃんと怒って。なんか悪いことしてない時は甘やかしてるけど、悪いことをした時はちゃんとね、ちゃんとみんなで怒ってください。本当すいませんでした。おはよう、おはよう。もう勘弁してほしいよね。自分に対して。ラムセットできてないとか、そんな古典的な遅刻ある？そんな古典的な。サリーイベントだったんでね、応援するよ。あ、嬉しい。そうなんです、現在ね、この辺に映ってると思うんですけど、ミニっていうね、雑誌さん、ミニさんのイベントやってまして、3位以内に残るとちょっと雑誌に載れたりするので、3位以内に入りたいなと思ってます。最後まで応援よろしくお願いします。ちょっと待って、アラームをオフにして、もう、あ、イベント月曜日までか、日曜日だと思ってた。あれ、今日何日、2日3日、4日、あれ、4日に900日で、6日にイベント終了か。1日ずれてたわ。なんもない1日あったわ。900日の次の日、先週最終日かと思ってた。失礼しました。なんとか参集できたから出勤します。あー、ありがとうございます。本当に感謝です。すいません、参集ありがとう。イベント月曜日の19時59分、まあ、ほぼ8時まででした。いやー、ちょっとずれてたな。あれ、なんで。だって今日98、99、100、900日で、何もない901日で、902日目がイベント終了や。すいません、なんかずれてました。めっちゃ勘違いしてた。ポンコツじゃね。しっかりしてるかと思いきや、こういうちょっとしたところで現れる際のポンコツ。おはようございます。
お祝いして、お祝いの次の日やって、その次の日が最終日だった。ずれてたな。イベント月曜日なんだ。日曜日で終わりだと思ってた。6日までってしてたけど、6日が日曜日だと思ってた。ポンコツすぎでは。トメさん、ハト、ありがとうございます。ハーフタワー、トメさんありがとう。なんかハト、このハト見てると手品とかでさ、なんかこういうやつから出てくるハト思い出す。伝わった？さあちゃん頑張って、ありがとう。こちらも3週完了です、ありがとうございます。すごい敬礼の絵文字なんてあんねや、かわいい、かわいい。みんなありがとう。ってことはですね、月曜日、まあ、でも月曜日は夜遅くまでできないから、8時までだから、なんかどうしよう。ギフトって何投げても大丈夫なんですよね。ギフトって何投げても大丈夫なんです、このイベントは。そう、大丈夫みたいです。今見ました、規約を。おはよう、今日も仕事頑張ってきます。頑張っていってほしいな。あ、頑張っていってらっしゃい、お仕事。イエーイ、いってらっしゃい、頑張ってね。朝からありがとう。おはよう。3週も完了、ありがとうございます。寝坊したのにみんなありがとう。あと寝坊したのは本当に何回も何回でも謝ります、ごめんなさい。テロップにイベント中って書くのいいか。確かにここに出てるだけじゃ分かんないか。イベント参加中、カウントと星投げてほしいです。あ、ごじった。朝飯食べたと？食べてない。起きてすぐ配信始めたからまだ食べてない。配信終わったら食べます。この配信は14分まで開始、あのやります。遅刻した分。みんな朝ごはん食べましたか？でも朝から働いてる方ってさ、結構朝ごはんはなんか結構食べませんって人多いですよね。おはよう。みんなおはよう。よいしょ。8時を過ぎるとお仕事行く人が増えるイメージ。駅に着くのでラジオモードで来ます。お、気をつけてね。ショールームのいいところはバックグラウンド再生ができるところ。移動中でも聞きやすい。薄皮クリームパン食べます。え、待って、めっちゃ食べたい。それあれ大好き、山崎パンのやつでしょ、あの5個入ってるやつでしょ。あ、めっちゃ美味しくない、薄皮クリームパン。うわ、いいな。アートコンペ参加ってのをつけとくと見てる人がゲストもらえる。あ、そうなんだ。ちょっとじゃあライブタグってやつかな、ライブタグってやつですよね多分。アートコンペ、え、何、なんで書くんだっけ、参加中。これでいいのかな、参加中じゃなくて参加か。ちょっと待って。アートコンペ参加。
これでいいのかな。したらみんながもらえるってこと。おはよう。次回の配信を楽しみにしてます。次回の配信は12時10分からです。北陽さん、ハトありがとうございます。ハーフタワーだ、ありがとう、嬉しい、本当に嬉しい。どうしよう、みんなのギフトが、ありがとうございます。北陽さん、ケンケンさんもお花ありがとう。おはよう。基本遅番出勤で通勤ラッシュには重ならないから、早番の日はラッシュ疲れする。通勤ラッシュきついよね。おはよう。朝一には画面見れないけど声聞くだけで穏やかな気持ちで運転できる。あ、会社着きました。あ、会社着いた。頑張ってね、お仕事。あと聞いてくれてありがとう。朝運転しながら聞いてくれてたのかな。で、私の声は結構ハキハキ喋るから、その音だけ聞いててもなんか聞き取りやすいと比較的思うので、楽しんでいただけるんじゃないかと。おはよう、頑張ってください、ありがとう。みんなありがとう、朝から。おはよう。チャレンジに行くともらえるそうらしいです。みんなタグつけてるルームでコメントするとギフトもらえる。あ、なるほどね。じゃあみんないっぱいコメントしてくれてるから、もしかしたらギフトもらえるかもしれん。アートコンペのギフト。なんかメンバーはあれですよね、スケッチブックみたいな、オリジナルスケッチブックがもらえますみたいなやつだった気がする。試験です。職員さんありがとうございます。みんなが何かをもらえるんだったらね、つけるよね。なんさん、ギフトありがとうございます。初見さんがいる、朝からありがとう。ちょっとアートコンペについて一回調べるわ。全然知らない、アートコンペについて。クリエイター王、何これ。本キャンペーンはギフトポイントとアートコンペの2本立てです。んー、ちょっとよくわかんないけど。おはよう。なんかそのクマちゃんが、クマちゃんのそのメダルみたいなやつは、それを投げてもらったらメンバーがエントリーされるんだって。そのギフト投げてもらったメンバーが自動的にエントリーされるらしい。で、なんかそれ以外のなんかさ、尊いとかさ、何これ、うま、いいね、最高、あとくす玉の頑張ったの新しいやつはなんかポイントがたまるらしい。でも別にそれは大丈夫。そんな無理にポイント投げなくてみんな大丈夫よ。なんか2つ同時にやってるらしい、今知ったわ。でも投げてくれてありがとう。おはよう。でもね、このミニさんのイベントの方はもうどのギフトでもすごい私のポイントになるから感謝です、ありがとう。さあ、この配信してた3位までのポイントが10万ポイントぐらい縮まった。すごい、みんなありがとう。おはよう。みんなのさ、星3周とかさ、カウントとかマジでバカにできない。マジでチリツモすぎて。ありがとう。みんなありがとう。ありがとうございます。朝から楽しいね。さやが寝坊したこと以外は。引きずりすぎです。マジでみんなごめん。かぼちゃ先生、ギフトありがとうございます。さやはこの配信が8時ぐらいに終わるじゃん。
次の配信まで4時間あるんで、ちょっと実家に帰る荷物の整理をします。キャリーに荷物を詰めます。みんなもお仕事頑張ってね。なんか本当は昨日とかに帰ろうと思ってたんだけど、ショールームのイベントがあるからちょっと遅らせて、そう、やっぱこの一人暮らしの家の方がさ、配信の都合はつけやすいからさ、自分一人の都合でいいから、ちょっとイベントがあるから帰るの遅らせたんですけど、ちょっと実家にね顔出しに行きたいと思っています。おはよう。気をつけて帰ってね。いつぶりの実家？正月ぶり？成人式ぶりか。正月の成人式ぶりですね、帰るの。おはよう。でもなんかパパとママには今回キスバイエイトで2人とも来てくれて、東京で会ってるので、なんか結構最近半月前ぐらいに会ってるんであれですけど、まあ半月ぶりに、違う、キスバイエイトの時に会った時にすごい、うわー久しぶりに会えたって喜んだんだけど、兄ちゃんたちとかさ、甥っ子姪っ子が本当に半年ぶりに会うからすごい嬉しいかも。おはよう。まああと実家ってちょっとなんか安心するよね。おはよう。人だけじゃなくその場所として、ね、晴れ着姿懐かしいよね。携帯落としちゃった。よいしょ。おはようございます。皆さんも実家に帰ってますか最近。お、はじめましての方いる。おはよう、朝からありがとうございます。もしよかったらカウントとか星投げとかしててください。不適切なアバターを着替えました。気がつかずすいませんでした。え、最後気づいてないわ。でも最後のあのなんだアバター使ってくれて嬉しい。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとう、ありがとう。実家暮らしです。あーでも素敵ね、素敵ね。実家暮らしほどいいことないよね。最高。おはよう。今さ何か調べようと思って忘れちゃった。何調べようと思ったんだろう。あ、そうだ、配信のなんかさコメント、もう指一本押すだけでコメントできるやつあるじゃないですか。なんか打たなくてもできるコメント、あれをなんかさいい別の言葉に変えようと思ったけど、まあ、それは後でいっか。何、どうやって変えるんだろう、変え方わかんないし。あ、ここか、ここだ、おすすめコメントってやつか。おはよう、ひらりんさん、さくらんぼタルトありがとうございます。みんなおはよう、ありがとう。おはよう、いっぱいいる、ありがとう。えだしさん、お花ギフトありがとうございます。渋滞にハマって2週だけ参加、え、ありがとう、2週も感謝です、ありがとう。でも渋滞にハマってんのは辛い。無事に会社にたどり着きますように。おはよう、おはよう。みんな朝からおはよう、ありがとうございます。優しいね。おはよう。楽しいな配信マジでさ、なんかこうやってさイベント出ると思うけど、ショールームすごい好きなんだろうなって思
1日3時間やるのが全く苦じゃないし、喋りたいことずっとあるし、みんなのおはようでさえもう嬉しい。試験さんもおはようございます。ありがとうございます。おはようおはようおはよう、お邪魔しますね。おおはようございます。キスネちゃんだ。おはよう、みんなおはよう。まあそんなこんなであと3分ぐらいで配信が終わりになりますので、ランキング読みたいと思います。まず今日一枠目の、まあちょっと今日の大反省マンは私です。寝坊してすみませんでした。会社到着、あ、よかった、無事着いて。お仕事頑張ってね。おはよう、おはよう。ランキング見ます。13位あきゅみさん、ありがとうございます。12位ともちさん、ありがとうございます。11位松本坊さん、ありがとうございます。10位はいっこぞうさん、ありがとうございます。9位やすさん、ありがとうございます。8位マッスルだねーさん、ありがとうございます。7位かぼちゃ先生、ありがとうございます。6位やちさん、ありがとうございます。5位白丸さん、ありがとうございます。4位けんけんさん、ありがとうございます。3位ケロンさん、ありがとうございます。2位とめさん、ありがとうございます。そして1位はこくよさん、ありがとうございます。みんなありがとうございます。またじゃあ12時10分から、それはもう何が何でも絶対に遅刻しないので、みんなぜひ見に来てください。本当にやらかしてすみませんでした。カフェオレ飲んですっきり、もうすっきりした、喉も開いてるもんね。ありがとうありがとう、こちらこそ。今日も頑張ってな。ありがとう、みんなもお仕事頑張ってね。今日も張り切っていきましょう、張り切っていきましょう。この辺で失礼します。いい結果になりますように。ありがとう。じゃあ皆さんありがとうございました。よいしょ、その時間には起きます。あ、二度寝するのか。じゃあまたお昼休み覗けたら覗いてください。でもし余裕があれば12時10分配信だから11時55分に、違います、45分前だから25分か、11時25分に伏せ干ししていただけると参集できるかなと思いますので、もし余裕があればですけど、伏せ干ししてもらえると嬉しいなと思います。でも全然仕事、お仕事忙しいと思うので、余裕があればで大丈夫です。では皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。また後ほど、バイバーイ。